北海道ミニ物産展にやってきました。博多丸井2階イベントスペースに先週から出展している北海道ミニ物産展。北海道から直送された新鮮な食材が並びます。こじんまりとはしてますけれども、私実はフードマイスターの資格を持ってますので、はい、そう、北海道の食材を知り尽くした横田さんが選んだスペシャルな商品が集まっているんです。中でも一番のおすすめ商品はホッケの開きなんですけど。いいですね。昆布を一緒につけて干してるんですよね。へー、はい、ですから昆布の旨味もホッケに入ってます。焼いたら分かりました。この油の乗りね、ツヤツヤ、表面がパリッとしてそうで美味しそうだな。すごい旨味が強いです。食感はもうホクホク柔らかい、本当にプリッとして美味しいんです。そして知名度が今一つという商品もあるそうで、でこれなんですが、はい、これ今回初めてちょっと販売させていただいて。おお、初登場。初登場です。これを手に取るお客さんっていらっしゃいますか。いや、あんまりまだ召し上がっていただいて、ご感想をいただければと思いますので。私なんかでよければ。はい。うわー、美味しそう。横田さん、どうですか。最高の一口でした今。ありがとうございます。ふわふわもちもちが冷凍なのにちゃんと保たれてて、焼くだけでこんだけ美味しかったらめちゃくちゃいいなって思いました。